ワンピースみんなから質問に答えよう。よいしょー。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。です。はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思いまーす。今週9歳ですけれども、楽しんでいきましょう。はい、それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、はい、よかったらお願いします。いろんなワンピースの動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、この動画は最新話1073話、ネタバレございますので、アニメコミックの方々はお気をつけください。気をつけください。はい、救済ですね。ただ来週もやばいんじゃないかっていうね感じがしますので、楽しんでいきましょう。はい、行きましょう。はい、では早速いきたいと思います。はい、ウルナルさん。ウルナルさん、ありがとう。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。質問があるのですが、ストゥーシーがミス・バッキンのクローン成功体第1号だとしたら、うん、他にも2号、3号とクローンが存在しているのではと思います。高橋さんはもし本当に他にもクローン成功体がいるとしたら誰だと思いますか。はいはいはい、ございます。なるほど、ありがとうございます。はい、いやー、これはいると思うよね、やっぱね。うんうん、クローン成功体第1号って言われてるんですから、うん、それはまあ2号から数号ぐらいはいそうですよね。うん、ただまあそれもなんか10体20体30体とかそういう何一クラス分みたいなことではないと思うんですよね、さすがに。うんうんうん、こんなストゥーシーみたいな強いやつ、やばいやつが30もいたら、もうなんかもうバランス崩れるし、七部会いらんし、その時点でみたいになるから。確かに新しいなんか4校じゃないけどね、なんかもうでしょ、出てくるね。だからそのセラフィムの初動部隊みたいになるじゃん、うんうん、だから結果的に今技術的に引き継がれてるのがセラフィムってことだと思うので、うん、まあ多分数体だよね、いて数体なんじゃないかなっていう感覚がありますよね。うんうん、でストゥーシーっていうのが、ミス・バッキンガム・ストゥーシーのクローンだと。で元ロックス海賊団の、うん、まあ言うたらあのおばあちゃんですよね、ミス・バッキン、うんうん、でミス・バッキンのクローン でかつマッツっていうのが結成されていつ解散されたかっていうのがまだ微妙に分かってはないんですけど、うん、まあ大体二十何年か前なんじゃないかなという感じなんですよね。まずトゥーシーが20年以上 CP0 に潜入していたって言ってるベガバンクのセリフとか、あとレイジュが生まれてるのが24歳なの でなんかそのあたりで、まあ、マッツのその実験絡みのことがあったんじゃないのかなっていうのがふわっと今あるわけですよね。となると、まあ、20数年前ぐらい、まあ、24ぐらいってしておきましょうか、一応ね。だから大海賊時代が始まったぐらいですよ、24年前っていうと。だからそのくらいにマッツがまあ活動していて、まあ、政府に入った動向なので、そのくらい前でもその年齢的におかしくないキャラはありえるんだと思う。だから今の実年齢から24歳引いたらどうなのっていうとこですよね、大体。はいはいはい、となるとウィーブルね、うん、ウィーブル白い毛のクローンなんじゃないか説はもうずっと言われてるじゃないですか、もうこの1週間、うん、2週間ぐらいで。ウィーブルっていうのは35歳なんで、はい、まあおかしくはないですよね。だから十何歳の時の白ひげの血統遺伝を取っていてみたいなことになるから、はいはい、だいぶ古い時のものから作ったんだなっていう感じはするけどね、そうなると。なるほどね。うん、ちょっとこの辺ちょっと僕もあのこのクローンにどこまで算数のこの理論が適用されるかってまだふわっとしてるんで分かんないんですけどね、うんうんうん、あのジェルマのクローン兵、うん、あいつらに関しては1年で4歳年取るっていうのは分かってるんですよ。20年で5歳年取るんで、あ、逆逆、20年で5歳年取るのは若い、全然年取らないそいつら。めっちゃいいじゃん。5年で20歳、それがいいよ俺も。アンチエイジング、そのアンチエイジングの技術使われてないと思うんで、逆です、逆逆、エイジングの技術ですね、逆に。で兵隊を量産するために多分成長速度上げてると思うんですよ、ジェルマに関しては、うんうんうん、だからそのクローンの技術がどこまでこういった例えばストゥーシーとかその他の作られてるんじゃねえのクローンに適用されるかがちょっとまだ分かってないんですよね、うん、だからちょっと考えるにはまだ不安定な要素あるんだけど、まあやっぱりウィーブルは一つあるなと、うんうん、であとはまあボニーっすよね、なんか怪しいというか、まあどうなんだろうってとこはね、うん、うん、まあボニーがあのコニーのクローンとかね、うん、でボニーがあのクマの記憶を見たら傷つく結果になるので、あの人によってはね、場合によってはクローン、自分がクローンだったってなると傷つくもんね。うん、まあ俺とかケイさん嬉しいもんね、なんかむしろね。まあね、なんかそのまま行っちゃろうかみたいな思うもんね、うん、なんかその、うん、もうこの年になるとね、そう、本家ちょっと会いたいよね、オリジナルいるんだ俺、会いたい会いたい。で手組んだら絶対そんな YouTuber いいじゃんね。それもありだしね、逆にちょっとこう、うん、乗っとるかみたいなのもいけそうだし。怖、なんでそっちの映画の敵側に立つの。大体そのクローンってそのそっちやん、えクローンが本物を倒してオリジナルの顔する、怖。
なんで映画のそっち側立つんだよ。まあ確かにボニー一応推定24歳なので、まあ確かに20代前半とかだとちょっと傷つくのかな、どうなんだろうなと。まあもちろんあの年齢にはよらないけどね、人によってはそれもちろん傷つく、気づかない。年齢によっては切れないけど、まああくまでちょっとね。まあただ海賊やってるんでね、ボニーも。なんか自身のその自由のために海出てるとは思うんで、なんかそんなに別にその自分の出自ってどうなんだろうなっていうとこはちょっと気にはなるよね。ってなるとボニーはやっぱり来るんじゃないのかなとかね、そういったあの候補にもなってくるわけなんですけれども。だからあとはそうですよね、杯のクローンが、ウォッカね。いやいや、クローンっていうか、まあ、あの声優さんが一緒ってだけで、その別にあの一緒ではないんですあれ。あ、違うのあれ。あれ一緒じゃないんですよ。若い頃のグラさん撮ったらめっちゃ赤い犬みたいな杯みたいな。違うの。あれ違うんですよ、一応。あっちはだから なんて言うんだっけ、あれゲーって言うから、あっちはあっちはね。あ、そっか。うん、坂月兄貴って言わないでしょ。言うの。あ、言わないな。言ったらちょっと可能性あるなって思ったけど、確かに、ね、本編でも坂月兄貴って言い出したら、うん、これの説はちょっと立証される可能性あるね。うん、あ、ちょっと今後のだから坂月のセリフ過去編注目ですね。はい、はい。まあでもあの杯のクローンがマジで100体いたらめっちゃ強くない？いや確かにめちゃめちゃ強いと思う。やばくマジで怖いし、怖い怖い怖い。もうバスターコール以上だよ、もうだって本当に、うん、全員が流星火山、ね、そうだよ、全員流星火山100体が寄ってきたらさ、もうマジでやばくない、本当に。やばいよね。ただね、あのロギアがその作れてないんですよ、多分ベガバンク。あ、確かに。あ、そっかそっか。そう、ロギアを複製するのはその実現には至ってなさそうなんですよね。ちょっとわかんない、ね、まだふわっとしてるけど、で多分難しそう。ただでもそれができるってなったら、もうサカフィム軍団ね。いや、マジで杯セラフィム軍団はやばいね。怖いね。マジ怖いよ。杯に顔が似てるって時点で結構威圧感だよね、海賊としては、うん。やっぱ怖いもんね、赤い犬目の前にするって。それこそ本当にそれクローンいっぱいできたら、うん、あの、うん、一番下っ端のクローンはきっと、アレゲーって言うよ。あの、一個上の。一個上の。本体に向かってね。そう、本体に。隣同士で、隣同士でさ。全員セラフィムもね、その中で多分先に成長してる方の杯に兄貴っていっぱいいるやつめっちゃいるやん。そしたら最初で兄貴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 ってなる。そう、やだな、そんな、そんな兄貴兄貴言われたらやだよ。そういうことが起きるかもしれないな。そうなったら、はい、マジで今後ね、セラフィムがどこまでやれるか、クローンどこまで描かれるかっていうのはちょっと気になるところですね。ロギアも気になるしね、うん、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問いきたいと思います。はい、水瀬しのんさん、バツ OSP さん、ありがとうございます。水瀬しのんさん、ありがとう、バツ OSP ありがとうございます。高橋さん、K さん、こんばん。え、いや、高橋さん、K さん、こんばんって止まってました。こんばん。なんでびっくりした、今何の時間、びっくりした、今電波飛んだのかと思った、今電波飛んだのかと思った、急にこんばんで止まるから。高杉さん、こんばんで、あの、切ってくれてるんで、そういう挨拶なのかなと思った、一応ね、そういう読みしただけなんですけど、こんばんの後、はい、読めなかったのかと思った。こんばんは、こんばん。最近クローンの話題で持ちきりですが、うん、うんうんうん、高橋さんはイワンコフのクローンなのでしょうか。クローンであれば似ているものも納得です。おほい、質問でございます。おほい、あ、なるほどね。おほい、おい、可能性はまああるよね。でもね、ない。え、ただただ似てるだけ。え、ただただ似てるだけ。あ、そうなの。あの、エラ張ってて、この一重で、この切れ目で、あの、あと顎こうつけてメイクしたら、うん、似てるだけ。クローン、あ、だとしたら俺今このクローンで今これやらせていただいてるんだ、俺だ。そうじゃないの、そうじゃないの。あ、じゃあ本体、じゃあ手組んだ方がいいな、今のことな。おい、おい、違う。で、ちなみに悪魔の実は泣き泣きの実ね、うん、泣き泣きの実。別で食べてるパターンね、だから。俺は、いや、ホルホルは複製できてないと。そうそう、確かにグリーンブラッドいるからね。そうそうそう、ね、グリーンブラッドいるから。グリーンブラッド投与したらパラミシアもね、複製できてるっぽいけど、うん、確かに俺それできてないから、うん、泣き泣きの実でよく泣くと。そう、で、サムネで。おい、うるせえ、おい、おい。なんだよマジで。ただ似てるだけです。ああ、そうなんですね。ただ似てて、当時あのメイクまでしちゃってモノマネしちゃったからな、もう。そうね、確かに、だから、うん、いけるってことですね。そっくりさんでも、ね、クローンの可能性があるっていうことですね。うん、はいはい。ないや。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では次の質問いきたいと思います。はい、山田さん、
ヤマタさんありがとう。竹瀬圭さんこんにちは。こんにちは。早速ですが質問です。はい。バンコクを元にしたセラフィムが出てきましたが、うん、その人の資質に関わる覇王色も引き継いでいるのでしょうか。またジンベイやミホークのような強力な無双色も身につけることができるのでしょうか。ぜひお考えをお願いします。なるほど、なるほど。ございます。確かにこれ気になるよな、言われてみれば。確かにセラフィムがね、まあ、出てきていて、今まで戦闘シーンがいくつか描かれたんですけれども、うん、覇気使ってる描写はなかったですよね。ごめんなさい、僕がもう普通に見落としてるパターンもあるんですけど、うん、普通に興奮して読んでて全然気づいてないパターンもある。ただまあ確かなかったと思うな、覇王色とか武装を使ってる様子は。で一応覇気っていうのは、まあ、本人の資質で、まあ、兼ね備えてるもんじゃないですか。いやみんな持ってるわけですよね。で覇王色に関しては別よ、何百万人に一人しか持ってなかったりもするんですけど、本人の中にうちに、まあ、秘められてるものと。で武装と剣法は鍛錬によって発動することができる、まあ、その要は鍛えることによってどんどん強くなると。なので、まあ、セラフィムに関しても一応まあ人型というかの感じなので、多分だけど修行すれば出んじゃないかなっていうのは個人的には思うな。なるほどね、うん、っていうのもステューシーですよ。ステューシーがクローンなわけでしょ。はい。でステューシーは六式使えますよね。志願飛ぶ志願とかもやってるし、で、まあ、今回神絵斬新なんでちょっと微妙なラインですけど、うん、でこれ僕の理論だと、要は六式の撤回っていうのはもう武装の覇気の派生なわけじゃん。はいはい。ジンベイもね、フーズフーとの戦いで武装者がガーンってやった時にこれを撤回飛べばいいのかっつってね言ってたし、うんうん、あとビブルカードの説明とかでも六式って武装の覇気とか剣文色の覇気とかの派生技なんですよ、言ってしまえば。はいはいはい。だから撤回めっちゃ硬いでしょ。うん。で神絵とかも避けれんじゃん、シュンシュンシュンって、うんうん、であれは剣文色のまあ応用ですよね。うんうんうん。なので六式を使えるっていうことは、まあ覇気が使えるに近いわけですよね、実質。なるほどね。で志願って撤回後なんてもうカッチカチ武装色なんだ。撤回後俺の能力を使いすぎたお前から伝える撤回後やらせないでブルーの振らないでよ。撤回後はじゃないのよ。撤回後はそういうことね。撤回がそうなんだから撤回後もそうよ。ああそうかそうか。やらせないで撤回後を。そうだから六式は、まあ、そういうわけで、うん、で志願って僕の理論だとこれまだ確定じゃないよ、うん、確定じゃないんだけど指が武装色の感じだと思うんですよね。指撤回してゴーなわけ。ゴーあいつややこしい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 。あれ撤回ゴーなんだ。撤回ゴーじゃない、あれ志願です。撤回ゴーってやんないんで。ちょ間違えてごめんごめん。俺掛け声が言いやすいから撤回ゴー用いちゃったのが悪かった。あそうなの。指撤回してドキュン、指撤回ドキュンなんじゃないかなっていう。あーなるほどね。確定じゃないですよこれ。でも多分そういうことだと思ってます。でルフィの首とかにやった時に、うん、苦しいみたいな感じで言ってたんで、一応だから、うん、まあ撤回というかね、攻撃効いてたんですよね、打撃なのに。うんうんうん。だから多分そういうことなんじゃないかなとは思ってるんで、つまりそうなると、うん、ステューシーはまあ使えるわけですよね。うん。ちょっと待って、俺ビブルカード確認していいですか今。うん。ちょっとビブルカードね、お手元にある方もぜひ。あーほらほら、武装剣文使いますステューシー。はいもう、うん、ステューシー武装剣文、もうそもそもこれ見たら早かったわ。武装剣文使います、うん、ステューシー。はい使えるんだ。うん。なので武装剣文がクローンでも使えるんですよ。うん、なのでそこに関してはできると思う。ただ、うん、今セラフィムたちがそれを取得してるかはまた別ですよね。鍛錬とか必要なんで、うんうん、ただクローンでもそれはできるっていうのがもうほぼこれ確定ですよね。うん。ただ覇王色は分からないですよね。本当これに関しては分かんないと思う。うんうんうん。まあハンコック型のがもし使えたらもうそういうことだし、うん、あと正直、ね、ミホークもなんか怪しいじゃん、わかんないじゃんあいつ。ミホーク使えんじゃないの。なんかもうね、使えそうじゃんね。武装だけでね渡り合ってるってのもめちゃめちゃかっこいいんですけど、うん、なんかさ飛ぶ斬撃って俺ちょっとなんか気になってんすよね。確かにね。飛ぶ斬撃って実際まと、うん、った覇王色とか覇気をぶっ放してる可能性あるじゃん、うん、まだこの辺はね今後明らかになってくるんだろうけど、うん、あくまで予想だし推測なんですけど、うん、もしかするとだからミホーク型の方がね、うん、そういった描写を見せてきたら、ああそういうことなんだっていうのも分かってました、うんうんうん、だからちょっと覇王色はまだ分からないっていうのが現状だと思うんですけど、うん、武装剣舞はまあ使えそうですよね。ただ現状使えるかは分からない、うん、であと今後もしかすると撤回号を使ってくるかもしれないっていう話でした。はい、はいはい、最後何撤回号あはい撤回号あはい撤回号あはい
いやなんか終わるとは思ってないから、まだなんか10回後に喋るのかなと思って触りに行こうとしたら閉めるから、はい、あじゃあはいはいはい終わり。謎のあはい、すみません僕が、ね、今いきなり歯切れ良すぎたね、歯切れが良すぎたから切るから、あ終わりかと思って終わりです、はい、終わりでした、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい、タングステンさん、タングステンさん、ありがとう。大佐、ゲイさん、こんにちは。こんにちは。シャンクスが複数人いるという説が昔からありますが、僕はシャンクスが五老星やイム様のクローンなのではないかと考えています。なるほどね。シャンクスの両親は不明であり、ゴッドバレー事件でロジャーに拾われています、はいはい、そしてロックス海賊団には自分のクローンを作ったミス・バッキンがいます。これは偶然なのでしょうか、はい、もしシャンクスがクローンなのであれば、はい、短期間でマリージョアまで来れたのも権力の間まで来れたのも納得がいきます、うん、ぜひご意見を聞かせてください、はいはいはい、という質問でございます。ありがとうございます。なるほど、うん、そうですね、これはずっと言われてましたもんね、ちょっと前からね、うん、今はもう落ち着いてると思うんですけど、確かにまたちょっとその説がね浮上したのかなっていう現状ではありますよね、うんうんうん、まあ、ただ個人的には違うんじゃないかなとは思っております、うん、はい、うん、理由としてはシャンクスが39歳ですよね、うん、はい、でゴッドバレー事件で拾われた、赤ん坊で拾われた、うん、で今現状だとシャンクスレッドでですね、まあ、シャンクスの娘ウタが出てきて、うん、でそのウタに対して五老星が、うん、フィガーランド家の血筋でもかみたいな感じで言ってたわけですよね、うんうん、つまりウタっていうのが本当のシャンクスの娘だと思ってている。でその歌を消すっていうことは、うん、フィガーランド家の血筋を消すっていうことがいいのか、それでもっていうことだと僕は捉えてるんですよ、うん、はいはいはい、なのでシャンクスがだからどっちかというとそのフィガーランド家の羊だと思うんですよね、うん、はいはいはい、だからその天竜人関連だとは思うんです。うん、だからゴッドバレー事件で拾われたシャンクスが、まあ、本体、うん、オリジナルだったとして、じゃあもう一体いるんかってなると、うん、でもそのシャンクス何をしてんの、どこで何をしてんの。確かにね、なんかあまりもう意味が分かんない。そうなんだよ ね別にその怪しいシャンクスというかそのクローンシャンクスはじゃあ日頃何をしてるのってなるから、うん黒いの服着てんじゃないかな、ねえ、あの黒いフードかぶってさ、うん、ジェダイみたいな格好してるね、だから、うん、そうまあそれでも別にそうする必要ない気もするんだよな。だから個人的には微妙なのかなとは思いますね、現状だとね。うん、うん、ただもちろんわかんないですけどね、もちろん本当は実はそうで裏で動いててみたいなパターンもあるかもしれないですけど、うん、まだロジャーとかさ、ガープとかさ、わかんないけど、そうロジャーガープをその時手に入れる、だからロックス海賊団ってその時もうとんでもない海賊団ですから、うん、そいつらの血統一緒を持っておきたい、政府がそこを手に入れておきたいっていうのはわかるんですよ、うんうん、でベガパンクをね後々仲間にしたわけで、うん、っていうかその時って別に政府じゃないし、うん、マッツ、うん、マッツは政府に加わったのが多分20数年前なんですよね、おそらく。だからそのさっき言った年代、うん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 、なので多分38年前はベガパンク、うん、ってかそもそもマッツがその年にあるか分かんないんですよね、うん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 、そうだからマッツ結成とかそのあたりにもかかってくるんですけど、多分その時クローン技術っていうのはこの世にあるかないか際どいと思うんですよね、うん、となるとシャンクスってその時ゴッドバレー事件の時って1歳なんで、うん、ちょっとまだ見えてこない部分もあるのかなとは思いますね、うんうん、その当時の思惑というか、うん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 、ただでもそこはつながってきて実はパターンはまだ残されてるんで、うん、現状今1073話の僕はどうなんだろうなってのは思いますけど、うん、ただ、うん、そういうこともあってもおかしくはないなと思いますね、うん、はい、うん、ちょっとね僕ごめんなさい、僕もね今頭がこんがらがっちゃって、うん、なんか難しいねこれは。ここちょっと書きながらこのここが合ってて、うん、ここが合っててした方がね多分分かりやすいですね、うん、シャンクス2人説ってあったけど確かに、まあ、なんか今1人っぽい感じするよな、もうまあやっぱレッドでねレッドでもうシャンクスは怪しくない、めちゃめちゃいい海賊っていうのがもうなんかバーンって出されたから、まあそこはもう覆んないんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます ね、なんか1人っぽそうだな、まあ、今のところね、うんうん、だからこのジェイガルシュサタン星とかが今白髪だけど、うん、若い頃赤髪だったりしたらやばいね、やばいそれは。そう今白髪だけどみんな、ね、みんな今おじいちゃんなんで白髪なんだけど、若い頃赤いみたいになったらやばくないとはなります多分。だからそういう情報が来たらちょっとまたここは議論ですね、また変わってきますね、はい、うん、それはまたおもろいと思うね、うん、はい、でも面白いですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、高湯バツ OSP さん、高湯さんありがとう、バツ OSP ありがとうございます。高んこさけんさん、こんばんは。あ、もうナチュラルにクローンじゃないです、こんにちは質
問です。はい。先週のジャンプで五老星の引き取りの名前、うん、ジェイ・ガルシア・サターン星が出てきましたが、はい、全員○○○○○星とつくんでしょうか。またどんな技や能力を持っていると思いますか。はいはい、これからも大変気をつけて頑張ってください。なるほど。質問でございます。いやーここがだから気になりますよね。その先週も一本ね動画撮ってると思うので、ぜひねそちらもご覧いただければと思うんですが、うん、はい、まあおそらくそうだと思いますね。全員だからそのチャルロス星とかの天竜人と同じ聖なるって書く方の聖がつくんですよね。なので多分天竜人の羊なんだろうなっていうのは思いますよね、うん、全員、うんうんうん、で一応こちらが集まった時に五老星と、うん、星っていうワードがつく、はいはいはい、なので多分全員丸々々その太陽系の惑星の名前がつくんじゃないのかなっていうのはなんとなく思いますよね、うんうん、でなんかこれだいぶ前にそのね、うん、言ってたらしいです。僕全然覚えてないんだけど、うん、なんかツイッターでリプもらいました。本当にこれ星でつくんじゃねえ名前みたいに言ってたけど、うん、言ってたらしいですね。私全然覚えてません自分が何言ってたか。もうちょっと1年前とかの記憶がちょっとないんで。あ、じゃあ当たったんだ。当たった、まあ、当たったっていうかね、うん、まあまあ言われてたしね、あの世間でも多分この五老星はね、うん、その星なんじゃないかって言われてたもんね。ああ、うん、そうかそうか、当たったんだ。そうそう、でタミちゃん出してもいいよ。そうそう、あの俺当たったぜってサドさんみたいに出してもいいよ。やめて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 、恥ずかしい恥ずかしい。そんなサドさんみたいに出していいよ。そんな適当に言ったら当たったぜは恥ずかしい。そんなセーラームーンじゃねえとかって言ってたのが当たっても別になんともない俺は。あ、当てたいわけじゃない俺は。楽しみたいだけだからやめて。なのでまあね、そういう名前がついてると思います、うん、でだから能力なんですよね。マジで見えない部分であると思うんですけど、あの先週の質問会でだから幻獣種ならこういう系なんじゃないかみたいな話はしたと思うので、ね、はいはい、そっちもね見ていただければと思うんですけど、うん、まあだからパラミシアか幻獣種なんじゃないかな。ロギアはちょっと分かんないもんね。わかんない。もうロギアってそもそもある、うん、なんかちょっと。いや、そんなに種類ないよね。もう結構出てるから、うんうん、ロギアではなさそうですよね。うん、なさそう。うん、ね、うん、だからまあパラミシアで、まあちょっとヤバいより、うん、まあ支配よりというかね、なんかちょっとそっち系な可能性もあるよね。強めな感じだよね、きっとね。うんうん、なんか今まで出てきてないような、うん、何そんなん絶対勝てないみたいな。なんか概念系。概念系の系。あ、そうそうそう。そんな気はするよね。そう。まあちょっとなんかわかんないけど、まあ、その何け消す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 のみとかね、強強っ消しちゃう、なんか消しちゃう強っ。そう、歴史からすぐ消すからこの人たち。めちゃくちゃ消す消すのみです。そう、ただまあ条件があるとかね、条件があるとか、うん、そうなんかそのなんか何かをするっていうその動作みたいなね、なんか概念というかそっちなんじゃないかな、物体っていうのは。破壊とかね、破壊とか。そう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 、うん、まあ、砕くとかさ、わかんないけど、なんかあと蘇生とか、ね、回復みたいなわかんないけど。ああもうなんかもうチート系ね、チート系、チート系、ね、いやだ、そういうのもありえるよね、うん、だからそういう感じなんじゃないかなとは思いますね現状ね、うんうん、あとはその闇系の、闇っていうか何、支配系の、まあ、幻獣種ですね、うん、まあ、それちょっと先週話したと思うんですけど、うんうん、あとだから意外とこのサタン星杖ついてるじゃないですか、うん、杖杖のみね、意外と、はい、意外とってどういう意外と杖杖のみ、杖をいっぱい出せます。体から体からしかも強いのそれ。意外とね、え、意外と強いの、それ意外と強い、トゲトゲ女の人と同じ介護官です。トゲトゲのトゲトゲの介護官です。介護官か、五老星が。嫌だな、めちゃくちゃじゃん。だからでもめちゃめちゃ強い、餅が誰が強くなると思いましたっていう話ですよ、片栗と。餅なんて絶対弱いと思ったらめっちゃ強いんだから、まあ、確かに、だからそういう能力は使いようパターンですね。まあまあまあ、そのパターンね。じゃあそう、杖いっぱい出してロボットにして、うん、杖ロボットね、杖ロボット、うん、杖ロボットって分かんないけど、まあそういうことね。ちょっと誰かこれを強くしました、誰か杖杖の強くなんのかなそれ。でそんなパターンも全然あるから ね、まあ、ね、意外と、え、そんな能力なのみたいな。まあまあ、ありそうだけど、ね、でもマチクソ強いみたいなね、うん、はい、なのでまあ五老星ちょっと今後ね、はい、まあさすがに来週とかいきなり出てこないけど、ただ2回のルフィがいるんで、うん、ワンチャンバトルシーンもある可能性あるんですよね。おー、うん、マジか、そう、今いきなり、そう、今2回のルフィってもう要は言ってしまえばこの五老星のもう相対する存在なわけじゃないですか、うん、そのルフィがいるってなると、うん、
ちょっと戦うその余白もあるんですよね、可能性としての。確かにね。だからちょっとマジで来週以降本当にやばいっすね。そうそう、なんでゴロセ来てんのかって話よね、そうなんですよ。本当にただの天竜人だったらさ来ないじゃん、そのなんかダイエットって安全なところにいるわけじゃん。そうなのよ。だからそんな戦闘地帯に来るってことは戦えるってことなのかな、やっぱりね。よっぽど何かあると思うよ。それはぜひ昨日の動画で話してますので。あ、そうなんだ。見てください。はい、はい、宣伝してくれた K さんが昨日の動画でね話してます。じゃあ話してってください、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ワンピースで楽しいね。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いしま す。来週ありますからね。来週も楽しんでいきましょう。次も見てね。明日も楽しみ。またね。つえつえの実強いかな。いや、そうだけどだからお願いお願いします。じゃあ